どうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日ですね、またちょっとお人形さんでやったんですけど、コテを使わずにこのルーズヘアにする方法をちょっとやってみました。今日本当に使ったのがバームとダッカールとゴムだけです。その3つでもう本当にこうやってルーズヘアになる方法をやってみました。で、多分自分でやるときとか多分後ろ見えないので、まあ、なるべくまあ三面鏡でちょっとやった方がいいかなと思うんですけど、まあこう触った感じでここ出せばこういう風になりますよっていう、なんかこう印みたいなのを作りながら今日はやってますので、そこをこう触って出すだけでできるアレンジになってますので、まあ、少しちょっと練習は必要かもしれないですけど、いつもルーズヘアに悩んでる方、よかったらこの方法でやってみてください。それでは動画をどうぞ。まずバームをつけていきます。全体に髪の毛がまとまるようにしっかりとつけてください。最後の髪の毛の大体リードの表面ですねの髪の毛を取り分けて、上下に半分に分けてロープ状に軽めに編みます。編んだらダッカールでサイドの髪の毛と一緒に留めておきます。後ろの髪の毛も同様に表面の部分を取り分けて、上下に半分に分けてロープ状に軽く編んでいきます。編んだらサイドの髪の毛を後ろに少し持ってきてまとめてダッカールで留めておきます。反対の部分も同様に正面の髪の毛を取り分けて、上下に半分に分けてロープ編みをやっていきます。サイドの髪の毛とまとめてダッカールで留めておきます。残りの後ろの部分も同様に取り分けて、半分に分けてロープ編みをやっていきます。サイドの部分を後ろに持ってきてダッカールで全てまとめておきます。こんな感じでロープ状に編んだ髪の毛が4本ある状態になってます。すべての髪の毛をまず軽くまとめてダッカールを外していきます。外したらヘアゴムを結んでいきます。まず分け目が分かれてたら手でなぞってあげるとある程度隠れてくれますので、まず分け目が分かれているところをなぞるようにしてしっかりと隠してください。あとはこう手で触って編まれているところがあるかなと思うので、そこの部分を少しだけ出すようにしてルーズ感を出していきます。全体のバランスを見て必要なところはボリュームを出して形を整えていったら、こんな感じで完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。慣れたら結構簡単にルーズな感じになりますので、よかったら参考にしてみてください。